ニューヨーク大学、ニューヨーク大学、A、ニューヨークユニバーシティ、NYU は、アメリカ合衆国、ニューヨーク市マンハッタン区にある全米有数の大規模な、私立総合大学である。校訓は、ピアーステアイプリーステアツーパーシビアツーエクセル。大学ランキングにおいて、世界的指標である、タイムズハイヤーエデュケーションの世界大学ランキングでの、総合30位。 全米18位である。特に国際法学、税法学で、全米ランク1位のニューヨーク大学、ロースクールや、経営大学院、MBA 全米ランク10位のビジネススクールは、全米屈指のトップ校として有名である。その他、不動産、出版、スポーツビジネスなど専門分野の経営を学ぶ、修士課程も知られている。社会科学や人文科学、 数学、公共政策学、看護学等の大学院ランキングでもトップ10に位置する有名な存在であり、これまでに24名以上のノーベル賞受賞者を輩出。芸術学部演劇学科及び映画学科は世界的に高い評価を受けており、30名以上のアカデミー賞受賞者等、数多くの映画監督や有名俳優を輩出している。 卒業生が幅広い分野で活躍しているのが特徴。大学の校舎はマンハッタン区にあるワシントンスクエア周辺に分散している。ニューヨーク市の中でも若者に人気が高いグリニッチビレッジ、双方、ノリートなどのおしゃれなエリアの中心に位置しており、全米中の高校生に最も人気のある大学の一つである。ただし、その立地から2009年から2010年の ランキングでは、お金のかかる大学前2位にランクインされた。は、国内最古のエンジニアの高等教育機関であり、ブルックリンクの2キャンパスを持つ。2010年には、アメリカの大学として、初めて本格的な分校である、ニューヨーク大学アブダビ校を、んっと、中東に開校。世界中から、優秀な学生や学者を集め、多様性に富んだ教育を行っている。 開校初年度の合格率はわずか2.09%。中華人民共和国の上海でも2011年3月28日に着工を開校している。各校舎及び学生宿舎間は専用のシャトルバスサービスが運行しており、大学関係者は無料で自由に往来できるシステムとなっている。ほとんどの校舎は徒歩圏内である。 ニューヨーク大学は1831年4月18日、当時ニューヨーク市に根を下ろしていた小売商人、銀行家、及び貿易商人らの有志によって設立された。彼らは家柄や階級ではなく、実力によって選ばれた若い男子が学ぶことのできる大学が市に必要であると考えた。トーマス・ジェファーソン政権の財務長官だったアルバート。 ギャラティンは友人に宛てた手紙の中でその必要性を次のように説明している。創立者たちにとって植民地時代の大学で教えられていた伝統的なカリキュラムでは不十分であり、より近代的かつ実際的な教育を組み合わせる必要があった。当時パリやウィーン、ロンドンなどヨーロッパ各国の首都でも新しい形の教育が始められており、 そこでは学生たちが古典や進学だけでなく近代的な言語学、哲学、歴史、政治経済、数学及び自然科学などを学べるようになっていた。その結果、彼らは商人や銀行家、弁護士、医師、建築家及びエンジニアになることができたのである。当時、植民地時代の大学は進学に基づいた古典を学ぶ場であったが、この新しい大学は 宗教職をなくしたものであった。ニューヨーク大学はこのような改革による現代的な大学の走りである。本学の入試は大変競争率が高く、学部では2017年入学生は志願者、総数7万5千人超に対し1万5千722人と、本学の史上最低であった。背景に、アブダビ校舎と上海校舎解説を受けた志願者像があり、 志願者総数は2007年と比較すると、ほぼ100%超を記録した。入学者5873人の内訳を見ると、アメリカ人学生の出身地は50州にわたり、外国人学生の出身国は115カ国で、新1年生全体の28%を占める。1年生のほとんどは GPH3.7A を獲得、それぞれの出身校の成績順で、 上位10%に入っている。合格者のサット得点は1400点以上は3034の範囲である。学生に対する教員の比率は、ニューヨーク州内の各校舎平均が10対1、アブダビ校舎と上海校舎ではこれを下回る。1年生に支給される、奨学金の平均額は29,528アメリカドルであり、1年生の21%が、 ペル奨学金を受給した。本学大学院の合格率は、医学部1.8%、ビジネススクール23%であり、工学部28%、大学院芸術科学専攻29%、並びにロースクール34%である。アメリカの各種統一入試的性試験で見ると、医学部入学生は、得点36、45点、 大学院ではビジネススクール入学生は GMAT 平均710、800点で、ロースクール入学生は平均171、180である。ニューヨーク大学は営利の私立国際高等教育機関で構成する10の学部と15の大学院、専門学校がそれぞれ特定の自立性を備える。芸術科学系は最も規模が大きく、組織として、 大学課程の芸術科学学部と人文科学プログラム、大学院芸術科学専攻の3期間を置く。ニューヨーク大学によると、グローバルなネットワーク大学を構築し、中数校舎とポータル校舎2カ所と履修サイト12カ所を置く。ポータル校舎とは4年生大学の都では入学生が、現地で大学課程の4年間を修了し学位を取得でき。 ニューヨーク市の中枢校舎に赴むく必要はない。その他、学生がホームキャンパスを離れ、留学先として最長1年間、就学できる履修サイトは、アクラ、ベルリン、ブエノスアイレス、ロサンゼルス、マドリード、プラハ、シドニー、テルアビブ、ワシントン DC にある。によると5年にわたり、全米で最も多く、海外への留学生派遣並びに、 国外からの留学生受入れを実施してきた。歴代学長は理事会によって任命され、大学の執行役員の長として就任期間を特定せず職務にあたる。アンドリュー・ディ・ハミルトンが2015年3月18日に第16大学長に就任した。現在の目的は、同学の科学系並びに工学系の強化、多様性と包括性の実践の拡大。 国際大学としての地位を維持することと、並びにより、手頃な学費改革を含む。NYU、マナジスワンオブザラージストアニュアルコリージェットリサーチ、バジェッツオブエニーユニバーシティインザユナイテッドステイツ、イン2014、NYU リシベド524ドルミリオニインリサーチ、グランツフラムザローン NYU スクールオブメディシンリシベド305ドルミリオニインエクスターナルリサーチファンディングフロムザ、 in 2014, NYU was granted 90S in 2014, the 19th most of any institution in the world, NYU, owns the fastest in NYU hardware researchers and their collaborators, enjoy the largest outside funding level, for hardware security of any institution in the, including grants from the the, 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 アンドカンピニツインクルーディングアンド2018年8月には医学部全学生の学費を免除する奨学金制度の導入を発表した。原始には卒業生らによる寄付金を充てる。これまでに卒業生及び教員の中からノーベル賞受賞者を24人、米国の科学技術分野の功労者に贈られるアメリカ国家科学賞を9人、優れたジャーナリストに与えられる。 ピューリッツァー賞を13人、映画界の栄誉である、アカデミー賞を30人以上輩出している。音楽のグラミー賞、ミュージカルのトニー賞、テレビ番組制作のエミー賞などでも、数多くの受賞者を生んでいる。学部。ニューヨーク大学ロースクール NYU スクールオブローは、世界トップレベルのロースクールは、非常に評価が高く、ニューヨーク三大ロースクールあるいは、 大学の三挙党として、コロンビア大学、ニューヨーク大学、フォーダム大学と並び称される。2011年の US ニューズワールドレポート市のランキングでは、J リーは5位に、OAP LLM ランキングスでは、LLM が3位に番付けされた。世界各地から学生が集まり、日本からも法律事務所、省庁、企業などから、 多くの人材が留学や研修に派遣されたり、ニューヨーク大学ロースクール教員に現行執筆を依頼したりする事例のほかに、九州大学のようにシンポジウムの講師として招聘したり、経営諮問会議の委員を委嘱したりする例がある。ニューヨークユニバーシティ上海、全米大学体育協会のディビジョン3に所属している。2016年10月6日。 スタン経営大学院がノーベル経済学賞受賞者発表前であるにもかかわらず経済学賞候補の常連として知られている同員のポール・ローマー教授がノーベル経済学賞を受賞したとウェブサイト上で公表した。同院は走行が誤って投稿されたものとしてすぐに削除し経済学賞を授与するスウェーデン王立科学アカデミーも不正確な発表であるした。 生の五十音順。日本人、生の五十音順。日本人、生の五十音順。生の五十音順。生の五十音順。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。